押し込みながら外へ出した、上田跳ね返り、リバウンドは田臥、今のも竹内選手がコンテストしてるんですよね、ジャホー、じゃ今のはディフェンスの頑張る、あとオフェンスの遂行力っていうのが、このミドルは決まらず、バロンカブスが入れる、はい、ミスマッチでコテタイムアウトですね、はい、91対58まで来ました、もう素晴らしいとしか言いようがないですね、はい、このタブスのねパスか何本か早くも見られました。